待され11試合に登板したが1勝に終わってしまった。初の通常 S ランクは請求型。4月プロ初完封勝利を挙げた。しかし6月に2軍降格。この年も結果を残せなかった。請求スタミナ同値で登場。交流戦での防御率は12球団トップ。9位請求同値で登場。特殊能力に超大ピンチ。アニバーサリーで初選出。初の2桁勝利と規定投球回に到達した。ステータス強化でスタミナ型。開幕ローテーション入りを果たしたが故障に苦しんだ。特殊能力に超大ピンチが復活し、サークルチェンジからシンカーに球種変更。ステータスが強化され、シーズンでは2度の完封勝利を記録した。エキサイティングプレイヤーで登場。木下拓也と共に最優秀バッテリー賞を受賞。オール A になり、9位スタミナ同値で登場。チェンジアップが復活し、特殊能力は超奪三振。最優秀防御率、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブ賞と飛躍のシーズン。今シーズン、どんな成績を残すのか、楽しみです。